皆さんこんにちは。今回扱う問題はこちらです。楕円 A2 乗分の X2 乗足す B2 乗分の Y2 乗イコール1、 X 軸が長軸ですね。これを Y 軸を軸として回転して生ずる曲面の全面積を求め、しかるのちその後離心率 Y を微小だとして、その3乗べき以上を省略した式を作れ。前はだから、まず回転体の表面積を求めて、その後離心率 Y で展開した時に Y の2乗までの項を求めようという問題なわけです。大学1年ぐらいまでの解析の知識があればきっと楽しんで解けると思います。まあ、ちょっと難しいんですけれども、まず皆さんもしよかったら考えてみてから解説ご覧ください。では早速解説やっていきます。さて、回転体の体積であれば簡単なんですが、今回表面積になっています。で、高校数学ではもちろん球とかですね、円柱とか円錐とかであれば表面積わかるんですけれども、ただこういう風にちょっと歪むと途端に難しくなります。表面積の計算。だから高校数学でもこういう問題ってないんですね。まあ、ただそうは言っても、とにかく面積を求めなきゃいけないので、まずは離式。どうやれば表面積を計算できるのかっていうのを考えていきたいと思います。さて、楕円上の任意の点はですね、うまいシータを取ってきてあげることによって、A コサインシータ、B サインシータという風に座標を書くことができます。今は点は第一象限に書いていますけれども、どこにあってもうまいシータを取ればこうなります。ただし、一個注意をしておくと、このシータというのはですね、この点と原点を結んだ線分と、この X 軸正方向のなす角ではないので、そこは気をつけましょう。円の場合はもろですね、この X 軸正方向、視線からの角度で、例えば R コサインシータ、R サインシータって書けるんですけど、今回ですね、楕円だと縦横に潰れているので、その潰す時に角度が比例して変化しないという都合もあって、このシータっていうのは一般的には角度ではないです。一般的にはと言ったのは、シータがちゃんと変角と一致する点はあるんですよ。こことか頂点がそうなんですけど、またそうじゃないのが一般的。ほとんどの点ではそうではないという意味で、角度ではないので、そこだけ注意しましょう。でですね、このシータに対応する点から、少しずれたシータたすデルタシータに対応する点、この2点間にあるこの曲線を Y 軸を中心に回転した時の曲面の面積というのをまず求めます。でですね、このシータに対応する点から少しずれたシータたすデルタシータに対応する点、この2つを考えて、この間にある赤いこの曲線を回転させてできる曲面の面積っていうのをまず考えます。その際、このデルタシータは微小な量だとして、デルタシータの最も低いオーダーの項のみ取ってくることにします。で、その後に、このデルタシータを積分でいうところの D シータだと思って積分をするという方針で、楕円の回転体の表面積をまず求めます。ただし、今、板書では見やすくするために、デルタシータをえらくでかく書いています。実際は、とてもちっちゃい量だと思ってください。どれぐらいちっちゃいかっていうと、以下に述べるような、そのデルタシータの高いオーダーの項を捨てていいっていう議論ができる程度にはちっちゃいと。まあそういう程度の認識で OK だと思います。この赤い曲線を回転してできる曲面がどういう形をしてるかですけれども、こう山形というかね、こうプリンの上を切ったような、こういうこう輪っかですぼんでるような格好をしてるわけですね。で、その輪っかの半径というのはどうなるかっていうと、例えばこっちの方を採用してあげると、A コサインシータという風になるわけですね。でですね、いやいやいや、こっちもあるじゃんと思うかもしれません。で、もちろん実際これとこれ値違います、一般的には。なんですけど、なんで A コサインシータでいいかってことについて簡単に述べておきます。この後ですね、この回転してできた曲面の面積を求めるときに、ここの長さ的なものが重要になります。で、それが実はですね、大まかに言うと、これとこれの差、つまり高さの差、かける、まあ、なんかこう、傾き的な何かというかね、係数っていう風になるんですけど、とにかくデルタシータの1次になるんですよ、高さが。で、そうするとですね、今、半径で、今、定数、まあ、つまり A コサインシータっていうのを採用していますが、つまりデルタシータで言うと0次を採用していますが、デルタシータの1次以上っていうのを採用したところでですね、その高さが鼻からデルタシータの1次以上しかないんですよ。だから、この2つかけてもデルタシータの2次以上の項しか出てこないんですね。で、今考えたいのは、デルタシータの1次までなので、とすると自然とですね、ここはダメで、ここのみに限定されるんです、考えるべきなものが。だから半径は0次近似の値だけ取ってくればいいでしょってことで A コサインシータにしているというわけです。で、これは、この方法で正しく表面積が求まるということの正当化ではないです。ただ、デルタシータの1次まで採用して2次以上は捨てる。で、その積分をすればいいんだよってことを認めたら、2次以上はいらないよねって話なんですね。ということで、まあ、どこまで言ってもね、その、以下述べるような考え方が、これで正しいんだよっていう絶対的な保証は与えていないんですけれども、まあ、とにかくファーストオーダーまで取るということで、この2つの掛け算を考えている。だから、半径については0次近似の値。これでよくて、デルタシータを考慮する必要はないということが言えるわけですね。というわけで、ちょっと補足、脇道されてしまいましたが、本題に戻りましょう。さて、この曲線を、
回転させた時の曲面の面積を計算するときに、あと何が必要かっていうのを考えてみましょう。今、半径というのが平行サインシータだと分かりました。例えば円柱の場合は、円柱の側面積はどうやって出せるかっていうと、円柱の底面の半径が分かったら、あとは高さが必要ですよね。高さが分かれば、一周の長さかける高さとなります。なので、この高さに相当するものをこっちでも考えるんですが、ただ単純に高さの差を考えると、曲線これ斜めになってるので、なんかちょっとロスが生じそうですよね。というか、まあ実際の値よりちっちゃくなりそうですよね。で、じゃあなんでね、さっきこれは無視したくせに、その、これとこのまた手の長さの違いっていうのは無視しないのかって話なんですけど、これはデルタシータのオーダーがどうのこうのって話ではないんです。例えば極論ですね、また手じゃなくてもう完全に45度の角度とかだったら、高さのルート2倍が側面の長さになるわけじゃないですか。円錐で言うと母線みたいなね。で、これはもろ定数倍違うわけです。もうデルタシータがどうのこうのって問題じゃないんですね。なのでやっぱりこの高さの差じゃなくて、ここの曲線の長さっていうのをデルタシータの一時近似で求めてあげる際に、その傾きというか斜めり具合っていう、まあ、ファクターがどうしても必要なわけですね。でですね、この曲線というのが、まあ、結構短いので、そこでは直線というか線分だと思うことができるとすると、それを回転してできる曲面はこんな感じになるわけですね。プリンの側面というか薄っぺらいプリンみたいな感じになります。で、その高さっていうのは単純にこれとこれの差ですから、こういう風になりますね。で、なんですけど、まあ以下そのデルタシータのファーストオーダーを持ってきたいので、このね、引き算っていうのを少しこう、簡単にしようって考えてみると、B かける、まあいわばだからサインシータの変化量なわけですよね。ということなので、これは B かける、で、サインシータの微分、つまり変化の勢いかける、実際にシータが変化している量ということでかけるので、B コサインシータデルタシータというのが高さの近似だということがわかります。さあ、で、高さの差が出たんですけど、さっきも言った通り、その、この斜めの長さを知りたいので、この楕円のこことかここのあたり、まあどっちでもいいですけど、まあじゃあ例えばこっちの点における楕円のこの接線の傾きみたいなものを調べなきゃいけません。で、それはどうやって計算できるかなんですけど、結局だから計算したいのは dx,dy です。今Y 軸に関して回転しているので Y を変数だと思った方がいいですね。で、これっていうのは数学3でね、このあたりやると思うんですけれども、dxdθ というのを dydθ で割ればよくて、で、分子は a コサインシータの微分なので、マイナス a サインシータですね。で、分母は b サインの微分なんで b コサインという風になりますね。これが dxdy なわけです。で、じゃあこれは何なのかっていうと、結局だから、y 軸方向、つまり楕円上で縦方向にある距離移動したら、横方向の移動距離は、その縦の移動距離にこれをかけたものだよってわけですよね。だから三平方の定理を考えると、ここの長さっていうのは、まあすいません、えらく略記しちゃってますけど、ここの母線の一部みたいな線分の長さのことです。これっていうのは、結局、高さかけることの、で、三平方ですね。1たす、で、dxdy の2乗です。で、あとは、デルタシータをかければいいですね。でもって、この dxdy はこれなので、代入するとこんな感じになって、で、しかもうまいこと分母消えてくれるので、こういう感じで意外と綺麗になりますね。この後あいにく積分しなきゃいけないので、なるべくちょっと変数をまとめておきたいですね。まあ、コサイン2乗とサイン2乗が出てきて、A の方が大きいので、こういう風に書くことができるというわけです。まあ、つまりやったことを簡単に図にも書いておくと、この dxdy から、ここの線の長さを今知りたかったんですけれども、dxdy からこういう風にね、傾き具合が求まったので、斜め線の長さはこうやって計算できたというわけですね。さあ、これでも曲線を回転してできる曲面の面積の標識がわかります。すなわち、長さがこれだったわけですね。でもって、半径は A コサインシータでそれを回していて、もちろん半径は高さによって少し一般的には変わるけれども、ゼロ次近似はこうでよかったわけです。でもってこれがもうすでに1次ですから、さっきも述べた通り、ゼロ次近似と1次をまあまあ掛け算してあげればよくて、まあ今ここをラムダって名付けると、ラムダを Y 軸回転してできる曲面の面積っていうのは、まず半径が A コサインシータでそれを1回転していたので、2πa のコサインシータ、まあこれが円柱でいうところの底面の周の長さみたいなものです。で、かけることの、あとは、まあ円柱の高さとは違って斜めって言いますけど、これですね。今この部分をラムダと名付けると、ラムダを Y 軸回転してできる曲面の面積というのは、まず回転の半径がだいたい a コサインシータだったので、
2πa コサインシータをかけます。これが円柱でいうところの底面の周の長さに相当しているわけですね。でそれに円柱でいうところの高さ、まあ実際は斜めってるわけですけれども、これをかけると。というわけでこういうふうに近似できるわけですね。であとはこれをシータに関して足し合わせる、まあ要はだからこのデルタシータを d シータだと思って積分すればいいというわけです。何度も言いますが、それをやっていいということ自体は認めさせてもらっています。このような積分で表すことができますね。ということでこれを計算すればいいということが分かりました。まああとはね、これを実際実行して積分を、でさらにそれを離心にして展開するということで道のりは長いんですが、まあとにかくこれで一つ成果は得られましたね。では次にこの積分の計算をやっていきましょう。さっき言い忘れましたが、なんで積分区間が0から2分の π で2がついているのかですけれども、 x 軸との交点、ここに対応するのが θ イコール0ですね。でこのてっぺんに対応しているのが θ イコール2分の π、まあ、だから0から2分の π でのこの積分っていうのは、ここの部分を回転してできる曲面積を計算しようってわけなんです。でそれを2倍しているのはなんでかっていうと、実際は楕円全体を回転しているので、下半分にも同じ器状のものがあるということで2倍しているというわけですね。さあでもってまず明らかにこう定数がたくさんありますから、それをまとめると、そうするとこうなります。でなんかまだまだ先が長いように思うわけなんですけれども、そして実際やや面倒ではあるんですが、コサインがかかっていて中身がサインになってるわけですね。今後なのでサインシータを文字で置けばなんかうまくいきそうだということがわかります。 t イコールサインシータとしてこの積分書き換えてあげるとこんな感じになります。まあだいぶ最初よりは楽な形になりましたね。式も短いです。ただ依然として長の係数がちょっと面倒くさい形をしているので、もう少しいじっちゃいましょうか。 b を引っこ抜いてですね、外の係数 4πab ってしてあげるとこうやって書けます。ただし p っていうのはもちろん新たに定義したものであって、こうやって書けるものですね。さあであとはだからこの積分を計算すればようやく表面積が出てくるんですが、まあなんとなく積分ね、数学3の計算慣れてる人であればわかると思うんですけど、ちょっとこれが厄介でですね、せっかくここまで頑張ってきたのにまだまだ難しいんです。でこれどうするかなんですけど、まあせっかくねこのシリーズでは、そして僕の本100年前の東大入試数学でも双曲線関数を使っているので、今回もそうしましょう。双曲線関数の中でもこのサインハイパボリック、これはどういうものだったかっていうとこうなんですけど、これっていうのはですね、1たすこのサインハイパボリックの2乗がコサインハイパボリックの2乗になります。ただしコサインのハイパボリックって何なのかっていうと、これは上のマイナスを足すにしたものですね。まあよくこれで置換をするみたいなね、変な積分計算やったことある人いると思うんですけれども、理系の受験生であれば。それっていうのはまさに双曲線関数だったわけです。まあもちろんタンジェントで置換して、1たすタンジェント2乗はっていうのを使うのもありなんですけど、まあこっちの方がよりスマートでしょう。今、これを使ってこれを計算したいっていう話なんですから、1と1が対応していて、あとサインのハイパボリックが PT に対応してますね。なので、こういう風に変数変換してあげればいいわけです。でただし当たり前ですけど、変数変換に伴っていろんなファクターがついてきてしまって、DTDU というのが、だから P 分の1のコサインハイパボリックとなるわけですね。で、あとは T が0から1。そうすると U は、まあ T が0の時は U が0ですね。これ、分子一緒になって打ち消しちゃうので。で、問題は T が1になる時なんですけど、これはサインハイパボリックの逆関数の P ですね。こうなります。まあなんかいきなり複雑な見た目に見えるかもしれませんが、これは当たり前ですね。だって t が1の時は、だからサインハイパボリックの u というのが p かける1、まあ要はつまり p になるわけですから、u というのは逆関数の p ですね。それは当たり前です。でもってこれというのは実はエクスポネンシャルのね、式になっているということもあって解くことができて、こんな感じになります。まあこれは見たことある人多いかもしれませんね。よくこういう置換したことあると思うんですけれども、それはまさに双曲線関数が背景だったというわけです。さあというわけで材料が揃ったので、これを変形してあげると、まず 4πab はもちろん一緒で、で積分区間は0から逆関数に p を入れたものになっていて、で、ルートの中は、サインハイパボリックの u の2乗で足すことの1です。まあこうなるようにしたわけですね。でもって dt がこっから計算すると p 分の1のコサインハイパボリック u の du とこういうふうに化けるわけです。でもってここはさっきの公式を思い出すとルートのコサインハイパボリックの2乗になるのでこういうふうに書き換えることができますね。p はもう外にやっちゃいました。これ定数なんで。でもってこの双曲線関数の2乗の積分は不慣れな方も多いと思うし、僕もそんなに慣れてるわけじゃないんですけど、実は結構ですね、三角関数と似たところがあって、
これはこういうふうに書き換えることができます。まさに三角関数の2倍角の公式と同じですね。で、これ実は証明簡単です。コサインハイパボリックの2乗、これを計算してみると、まず定義からこれは e の u 乗と e のマイナス u 乗を足して2で割ったものの2乗であって、これは2乗展開すると、クロスタームが定数になるのがポイントですね。で、e のマイナス 2u 乗で分母が4と。で、これを分けると、2分の1かけることので、こうですね、こうやってで、あとは足すことの定数2分の1としてあげれば、これがこれに対応してて、あとこれがこれに対応してるということがわかると思います。簡単ですね。さあ、というわけで、だいぶ計算進みましたね。あと一息です。あとはこれを積分実行すればOKですね。でですね、この積分実行するとこういう風になって原子関数が。まあやっぱり三角関数っぽいですよね。で、あとはこれ代入です。いきなり代入してもいいんですけど、この P の逆関数の代入をしなきゃいけないので、一回ですね、これほどいてこうしておきました。まあこうすると便利ですね。つまりその、サインハイパボリックが P になるようなものを U に代入するわけですから、2U よりは生のサインハイパボリックの U があった方がやりやすいだろうって理屈です。もちろんこのままやっても間違いじゃないんですけどね。代入するとこうなります。ちょっとね、こっからここがあれと思うかもしれませんが、ここの P の逆関数を代入してるので、サインハイパボリックの U が P になるのはこれは当たり前ですね。で、これをこっちに代入した時が悩ましいですけど、コサインハイパボリックの2乗から、サインハイパボリックの2乗を引いたものが1になってるっていう、この関係式。これは任意の U で成り立つんですけど、これを用いて、というかまあこれ移行すればいいのかな。これを移行して1足すで P の2乗のルートになってるというわけですね。というわけで、あとはちょっと整理しただけですけれども、長かった表面積の積分計算がやっと終わりました。まあどちらでもいいですけれどもね。これがまず積分結果です。まあただ、まだこの P というのをね、A と B に戻してあげる必要があります。P はそもそもこういう風に定義していたので、こいつを使って A と B の式に戻してあげましょうか。そうすると、まあ 2πAB はもちろん花から AB の式なんでそのまんまにして、で、P の2乗をするとルート外れて1を足すので、マイナス1が消えてくれるわけですね。でもってそれのルートなんで、この部分はこうなりますね。で、あと後半、サインハイパボリックの逆関数はこんな感じですね。ちょっとこればっかりはもうあんまりいじりようがないです。ちなみにこっちの方は P じゃなくて AB を使って書くと、こんな感じになりますね。ということで、この二つがまず問われていたものの一つですね。つまり、楕円を Y 軸回転してできた回転体の表面積です。まあ、過程が長かったので、そもそも何をやってたんだっけとわかんなくなってしまっている方もいるかもしれませんが、そもそも、こんな感じの長軸の長さ 2A、短軸の長さ 2B の楕円を単軸、Y 軸を中心に回転した時の、この回転体の表面積をまず問われていたというわけです。さあ、というわけでこれでね、とても長かったですけれども、第一関門クリアです。ただこれで問題は終わりではなくて、あいにく、これを離心率で展開した時の3次以上を無視した2次以下の項を答えよということが問われているので、次にその計算をしていこうと思います。さあ、こうして表面積 S が分かりました。で、あとはこれを離心率を使って展開していきます。今、長半径 A、短半径 B の楕円ですから、離心率はこうやって書くことができますね。イプシロンとしています。で、このイプシロンでこの式を展開するんですけど、ちょっと注意しなきゃいけないというか悩ましいところがあって、それはですね、この 2πAB を何だと思うかなんですよ。で、何だと思うかってどういうことかっていうと、当たり前なんですけど、その回転体の表面積なので、楕円の大きさにもちろん表面積が依存するわけですね。で、したがって 2πAB っていうのが頭についてるのはごく当たり前なんですが、この 2πAB を定数だと思うのか、別のものを定数だと思うのかっていうのはね、注意が必要なんです。つまりこの後イプシロンで展開をするときに、この 2πAB というのが、実はその A をフィックスして B は、要はイプシロンに伴って動いているものだと思うことにすると、定数とすべきは 2πA2 乗。まあ、つまりだから A 自体をフィックスしているというふうに考えるべきで、その場合この B もイプシロンで展開するっていう必要性が生じます。で、一方で、ただ、その離心率をパラメーターとして、その楕円とか円の面積、これを一定にしていると思えば、その場合は 2πAB というのは定数だと思って、この後ろの部分をイプシロンで展開するということになるわけです。で、本でもですね、そして今回の解説でも、こっち、つまりこの中だけ変数だと思うっていうことを考えることにします。つまり 2πAB というか、この二次曲線の楕円とかで囲まれる面積を一定だと思って、イプシロンを動かす。面積一定で、だからある時は深円になったりとか、あるいは、まあこう、細長くなったりとか、もっと細長くなったりとか、まあこういうのを考えるというわけですね。というわけで以下はこの波線を引いたこのスモール s とした部分をイプシロンを使って展開していくことを考えましょう。
ちゃんとこのスケールを取り外して、どの部分を定数だと思うか明確化したことによって、この波線の部分は、A と B の比、あるいはこの離心率に関する、まあ、あの無次元の量になっていて、だからちゃんとイプシロンで表せて、A と B がなくなるってわけです。この式からすぐわかるんですけれども、A 分の B っていう2つの比は、ルートの1引くイプシロン2乗とかけます。さっきも述べた通り、ここ、無次元量なんで、全部 A 分の B とか B 分の A の式でかけます。こことかね、親って思うかもしれませんが、ルートの中に B 入れれば B2 乗ってなって、ちゃんと無次元ですね。ということで、イプシロンを使ってスモール S を表すと、こんな感じになります。まぁ、ちょっと急にね、話が飛んでびっくりするかもしれませんが、まぁ、代入計算が少し面倒なだけでですね、そこまで複雑なというか難しいことを考える必要はありません。まぁ、じゃあ例えばこのログの中がなんでこうなるのかって話だけ例えば考えてみると、A 分の B がルート1引くイプシロン2乗なので、ログの中身ですね、ログの、まずこの B2 乗分の A2 乗があれの2乗の逆数なので、1引くイプシロン2乗分の1ですね。でもってそっから1引いて足すことの、で B 分の A だからルートの1引くイプシロン2乗分の1という風になって、で、この部分計算するとどうなるかというと、1引くイプシロン2乗分の1引く1なので、だから、分子がこうなって、右は一緒ですね。で、これ計算すると、これ2乗出てきてイプシロンになって、足す1をして分母がルートの1引くイプシロン2乗ですね。で、これ分母が因数分解できてしてあげるとこんな感じになると。で、2分の1乗だから2分の1がここに現れているというわけですね。と、まあこんな具合で多少手数がかかるというだけでそこまで苦労せず代入計算をすることができて、イプシロンを使ってスモール s っていうのはこういうふうに書くことができます。で、まあ以下どっち展開してもいいんですけれども、まあ以下はじゃあ高校数学でも馴染みがあるこっちにしましょうかね。一応今イプシロンは同じ楕円を考えているのであればまあ定数なので、変数だよって分かりやすくするためにも一応 x って書き換えてこういう関数定めました。で、そしたら、あとはこれとかこれとかこれとかを x についてテイラー展開するわけですね。じゃあまずこのルートの1引く x2 乗から考えてみると、まあこれっていうのは1引く x2 乗の2分の1乗ですね。で、以下あまりこう、厳密なことは考えないで、x について定時の項を拾えれば OK ということにしましょう。で、そうすると、まあ、高校物理とかでもよくある、例えば1たすシータのアルファ乗、で、これが2ありイコール1たすアルファシータみたいなのありますよね。シータがちっちゃければ。で、それを利用して展開してあげると、これっていうのは、1引く2分の 1x2 乗、で、あとは残りというふうに書くことができます。で、この大文字の O なんですけれども、これっていうのは、まあなんか残りの部分をじゃあ例えば fx としたときに、x を今の場合は、プラス0に近づけた時に fx を x2 乗で割ったもの、これの極限がまあなんか有限、まあちょっとごめんなさい、書き方とんでもないですけど、まあ一応有限の値に収束する、まあ発散しないということだとします。さあ、というわけでルート1引く x2 乗が終わって、あとその逆数ですね、あのドア玉にあるのでそれも考えてみると、まあ逆数といっても結局だから指数の符号がひっくり返るだけなんであんまり大したことはなくて、これは今度はマイナス2分の1なのでマイナスマイナスでプラスになるわけですね。で、あと残りは、こうです。さあ、これで、2つ終わって、あと、x 分の1は、まあ、どうせこれを展開した時に定数項がなくて、1次以上なんで、そこでの割り算で使うとして、あと、ここだけ考えましょうか。で、これなんですけど、まあ、普通に、ログの1たす x のテイラー展開を使って、おおらかに計算してしまえばいいですかね。これというのは、1たす、x たす、2分の 1x2 乗たすという風になっていて、まあ、一応、収束関係も大丈夫だと思うんで、でもって、1引く x の方はこうなります。こうですね。互い違いに符号がひっくり返っています。で、これらを引き算すればこれが出てくるわけですね。で、右辺は x-x で 2x っていうのが出てきて、あとここでもプラスとマイナスの引き算なので、3分の 2x3 乗っていうのが出てきて、で、あとは同じようにですね、まあその5分の 2x5 乗みたいな項もあったりします。さあ、そんなわけで、このログというのは 2x 足すで3分の 2x3 乗で、あと足すことの、で、あとは x の4次以上と。まあ実際次は5次ですけどね。まあ、こういうふうに書くことができます。で、ここで補足なんですけど、なんで上の2つは x の2次までしか取ってなくて、下だけ3次取ったのかですが、これは端的に言うと、x で割るということから3次まで残しとかなきゃいけないからなんです。つまり、今全体をテイラー展開した時に x の2次までがどうなってるのかを知りたいんですが、最後 x で割るので、これかけるこれは3次まで残さなきゃいけないんですね。で、3次以下の項っていうのはどこで生まれるかっていうと、こことここ見てみると、1と、この x3 乗もそうだし、あと、これかけるこれまで OK なんです。あ、もちろんこの2つは残るんですけどね。なので、一見ね、
他より次数が高くてイレギュラーですけど、これなくしちゃうと生まれてくるはずの二次が勝手になくなってしまうことになって、これはまずいわけですね。だから三次まで残してるという感じです。まあもちろんなんか心配だったらなんかもっと高い次数残してで最終的に出てきたものを全部捨てればいいんですけど、まあ今はねちょっとまあ板書の都合とかもあってミニマルな量で済ましていて、でただミニマルな量とはいえこれは必要だったというわけですね。さあということで3つテーラー展開の式が得られました。まあ、ちなみにこの導出はえらくおおらかにありましたが、それは認めています。あと、テーラー展開とテーラー展開の掛け算をしたりとか、X で割ったりとか足したりとかしてもいいよね、ということで、そこも認めて、というか、まあ、許してもらっています。で、じゃあ、あとはここまでできたんで、具体的に代入していきましょう。まあ、まずここはもうただね、1個項があるだけなんで、まあ、これはここまで普通に入れとけばいいでしょう。でもって問題が後ろですけども、これかけるこれで、2X で割ってるので、だから、考えるべきなのは、まず、だからこれですね。1-2x2乗。でもって次に、今度こっちの3次までですね。2x+3/2x3乗。そしてあとは、x3乗以上のオーダーのものというわけです。で、こっちを展開してあげると、まあ、まず、じゃあ割り算しちゃうと 2x がまんま消えて、これ1になって、で、あとここが3/1x2乗というふうになりますね。なので、これかけるこれと、あとこれを足してあげると、まず定数は 1×11 で2になります。で、次 x2 乗の項はまず2分の1があって、あと3分の1ができて、-2分の1なので、3分の1ですね、残るのはね。で、まあ残りは全部ね、3次乗なんで押し込んでしまいましょう。ということで、シグマ x のテーラー展開の2次までの項が分かりました。以降はいらないですね。つまり、この上の式というのが、こういう風に展開できるわけですね。で、さっきも述べましたが、これっていうのは、まあなんか残りの部分を、じゃあ fx としたときに、この x3 乗っていうので割ったら、まあなんか有限の何かに行く。まあもちろん0でもいいわけですけどね。x プラス0で有限に行くようなものを考えています。まあ要はだから微小量だと、もうこれ以上の工事の項は、まあ無視しているというわけですね。x2 乗に比べて十分ちっちゃいんで。さて、ここまで来たらもうゴールは目前ですね。結局だから s というのは、2+3/1のイプシロン2乗という風に近似することができて、で、これを、まずただ 2πab かけるとこうなりますが、もう少しいじっておくと、4πab の、で、1+6/1のイプシロン2乗という風になります。ということで、この問題の答えはこちらになります。まあ、ただ一応ね、展開する最初にもお伝えした通り、何を言っていると思ってイプシロンで展開しているのかっていうと、今は AB、つまりまあ楕円の面積ですね。それを一定だと思って展開しています。だから、この AB というのが生でくっついてきてるわけですね。ただまあ、例えば、長軸の半径 A を一定と見てとかだと、4πa2 乗をかける、またちょっと違う式というふうになります。まあ、興味がある人はちょっとそれも考えてみてください。で、答えの妥当性について言及すると、まあ少なくともですね、A イコール B の場合は、半径 A の球、まあ B でもいいですけど、その半径 A の球の表面積になってなきゃいけないですよね。で、実際これ A イコール B とすると、イプシロンが0なので、4πa2 乗、まああるいは 4πb2 乗となるわけですね。だからちゃんとこれで、球の面積が再現されていることから、0次近似の値はおかしくないということがわかります。次のこの6分の1の妥当性を検証するのは結構難しいし、意味付けも与えにくいと思いますが、まあこういう風なね、近似計算とかしたら、まあ少なくとも0次近似の値が合ってるかどうか、定数的な項が合ってるかどうかはチェックすべきだと思いますね。まあとにかくそんなわけでスケールは合ってそうで、2次の項はこんな感じになります。1次の項はないですね。だいぶ長かったですが、S 表面積が求まった後の展開の流れは、まず、イプシロンで展開するのが目的で、ここでは AB という、まあ、楕円の面積をフィックスしています。で、あとはイプシロンを使ってまず S を書き下す。まあ、ただし、まあ、定数分は置いといて、スモール S を書き下していますが、とにかくこうなったと。で、あとはそれぞれの関数のテーラー展開を考えて、で、それらの掛け算とか足し算とかの結果を2次まで取ったところ、こうなったってわけですね。まあ、そういうふうにそのテーラー展開の結果を使ってどんどん代入して2次まで取っちゃえばいいよっていうこと自体は認めています。これはもう勝手に根拠はないですけどね。で、最終的に出てきた答えはこうだったというわけです。さあ、というわけでだいぶ長い問題ではありましたが、楕円が出てきたり、つまり二次曲線が出てきたりとか、難しい積分、双曲線関数が絡むものが出てきたりとか、まあ結構ね、数学3とか、あるいはプラスアルファの内容がたくさん出てくる面白い問題だったと思います。僕の本、100年前の東大入試数学には、こんな感じで、まあ考えていて楽しい問題とか、難しい問題とかを100台揃えてあります。全部僕のオリジナルの解説もつけてありますので、もしよかったら手に取ってご覧ください。動画の概要欄に本の Amazon ページのリンクを貼っておきます。こんな感じで僕の YouTube チャンネルでは引き続き
き東大とか京大の入試問題、あるいはこういった昔の入試問題とかを題材に数学の解説をしていきます。数学が好きな方とか、あるいは数学を受験で使う受験生の皆さんとか、ぜひチャンネル登録お願いします。そして、僕の公式 LINE では主に受験生向けに受験に役立つコンテンツを配信したりとか、あるいはライブのご案内をしたりしています。なのでもしよかったらね、受験生の皆さんは公式 LINE にも登録をしておいてください。それでは今回は以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。